ただいきましょう、ボードオープン。はい、今月の4日画像共有サイトに投稿されたある猫の後ろ姿、ネット上騒然となっています。この猫です、まやちゃん8歳すごい猫ですよね、ちょっと見た目から。スフィンクスという毛が非常に薄い猫だそうです。人気あるんですよね、これ高級な猫なんですよ、これ、はい、まやちゃん8歳で、この猫ちゃんのお尻、ここに何があるのか、悪魔とありますが、いるんだって言うんですよ、恐ろしいですね。ご覧いただきましょう、悪魔の姿。はい、人の顔のようなものが見えませんか。これ目鼻、そして口から舌がブレーンと出てるように見えます。ちょっとアップにしたらこっちございますね。はい、はい、右に行っていただくと、うわ、ほら悪魔の顔、ほらもうどう見ても悪魔だこれ。スタジオ凝りついてますね、あまりにも恐ろしくて誰も喋れなくなってますね。張り詰めてます、怖い怖いね。はい、これはあの日本でも昔ね、人面魚とかあったよ。ありますよね。はい、いやいやいや、こちらもっともっと怖い。今2人だけだよ、なんかものすごく盛り上げようとしてる。怖い怖い、朝目怖いな怖いな、こんなことテレビでやっちゃっていいのか、怖いな怖いな。ただこの悪魔が違う寒さでしょ、川島君。いやーやばいな、怖いな、やだなやだな。あるものにそっくりなのであるというふうに世界が見てます。先ほどちょっと音楽も鳴ってますけども、あの魔法使いでそっくりなんじゃないか。映画ハリーポッターの宿敵、ボルデモート、出た、いついてんじゃないかなと。ご存知ボルデモート、うん、知ってますよね。名前を言ってはいけないあの人ですね。そうです、ね、名前言っちゃダメだ、言っちゃってんじゃん。怖いな、やだな、やだな、あやだな。ディレクターがハリーポッター大好きだということで、ちょっとこれ写真入れさせていただきました。もうどうすんだこの最後これ。大丈夫です、はい、あの下は楽しいです、はい、行きましょう。体に現れる不思議な模様動物他にもあるんです。ちょっとこれちょっと驚きますよ、はい、これ馬ですよね。こちら背中にまさかの、うん、あら馬馬白馬です。縦が